はい、タバコ喫煙動画、ユッキーです。今回はですね、電子タバコ、紹介したいと思います。こちら多分電子タバコ界、最安値、Amazon で1000円で売ってました、フレボ、フレボフレボフレボですね、こちらは、1000円でね、売ってまして、スターターキットってやつですね。ニコチンとアルガン油量ゼロのクリーンフレーバー、面倒なメンテナンスが不要なカートリッジタイプ、1個あたり約240回吸えるフレーバーカートリッジ、誰でも簡単にフレーバーが楽しめます。開封したらすぐに使える、カートリッジは使い捨て方式、そして USB アダプターで充電できる、なっております。それではね、早速まあね、電子タバコといえばやはり有名なのはなんだっけ、あれだよね、あのマルボロの会社のね、あれですけど、ちょっと名前忘れましたけどね。はい、お、こうなってまーすね。これが USB の充電のためのやつで、でカートリッジが普通のタバコフレーバーってやつと、あとメンソールフレーバー、この2つがねついてきています。使用方法は、この状態で、有名なね、あれに比べるといちいちこうなんかスイッチみたいなのカチッて押して吸うとかじゃなくて、もうそのまま吸うみたいですね、こちらはね。それではね、早速吸えるかどうか、多分充電してないんで吸えるかな、ちょっと吸ってみたいと思います。こんな感じに穴が開いてますね。いただきます。結構重いかな。あ、青くなった。おおおお、おお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 おこれ一応吸ってんのは多分タバコフレーバーなんですけど、なんだろうなこの味、まあ、これ多分水蒸気なんですよ。タバコの味ではないですけど、なんか香りがなんか難しいですね、変な香りしますね、では、これを外してですね、メンソールフレーバーの方を吸っていきたいと思います。美味しいか美味しくないかで言うと、あんまり別に美味しくはないっていう感じです。あんまり美味しくはない。吸っていきます。あ、メンソール。あ、メンソールは割といいですね。タバコ味はあんまり美味しくない。
まあ、ちょっと、メンソール感があるんですけど、あんまり美味しくはないな。所詮安物って感じですかね。なんか、おもちゃみたいな感じ。なんか、おもちゃっぽいよね。ぶっちゃけ。なんか、駄菓子屋で売ってそうな、ガチャガチャで、こういうの当たりそうなイメージ。あんま美味しくねえ。美味しくねえ。全然美味しくねえ。これは1000円だから安いから実験で買ってみたけど、これはうまくねえな。メンソールも大してうまくもねえし、なんか変な味するし。いやーこれはちょっと買ったけど、これはダメだな。これうわ、雪がぶわー落ってきた。しかもなんか変な頭がクラクラしてくるんだけど、なにこれ、変に頭がクラクラしてくるな、これ。こちらはメンソールフレーバーとタバコフレーバーと、ビタミンベリーフレーバーっていうのがあるみたいです。で、Amazon のレビューだと5つ星中 3.6 となってます。大して良くはないですね。うん、まあでも、うん、アイコスか、アイコスは1万円以上するんで、まあでもアイコスちょっとあれですよね。1万円か。まあ、アイコスはほとんど完全にタバコの、あれですからね。うん。ちょっとアイコスも吸ってみたいんだけど、1万2千円ぐらいするね。アマゾンだと1万2千円ぐらいするんで、本当になんか変な気分になってきたんだ。なんか、頭がね、ここら辺がね、ほんのりね、なんかクラーってしてくる。なんか頭がクラクラってしてくる。これ吸ったら、まずい。以上です。これはおすすめせんね。一つ星、これは買わんほうがいいぞ。吸ったらね、頭クラクラしてくる。変な、ヤニクラじゃないんだよ。ヤニクラじゃないんだけど、ここの、溝落ちじゃなくて、この、ここの部分が、なんか、若干、クラッとして痛む。ここら辺が。なんだろう。これは絶対買わん方がいいぞ。一つ星、ゴミカス商品でした。これ、どこだよ、会社。販売元が株式会社 DMM.com じゃん、これ。そしてメイドインチャイナ。最低。最悪。ということでご視聴ありがとうございました。